おっす、おばちゃん。焼きそばパンと、唐揚げと、いちごミルクで。あれ、唐揚げ一個多くない？あ、ミスったのね。めんどくさいからもらっちゃって。か、ありがとう、サービスしてくれて。じゃ、また来るよおばちゃん。お、来た来た。こっちだよ。お待たせ。そんなに待ってないよ。お寝坊さん。はぁ、ことあるごとにいじられるな。仕方ないじゃん。やっちゃったことなんだし。というかさ。というか。とは？ヒイラギの寝起き、どうなってんの？本当に困惑したんだけど。ああ。それ聞いちゃう？そら気になるよ。何が眠いのでまたかけ直しますだよ。それにニャニャニャとか、ニャーとか、ニュー？とか。洗濯機回してねーとか。ちょっと待て、なんでそこまで知ってる？電話、つなげたままにしてたでしょ。時間を見てから、だから丸聞こえだったよ。マジか俺、電話切ってなかったのか。さすがにみんなの前で聞いたら、恥ずかしいでしょ。中川さんに聞かれただけでも十分に恥ずかしいんだけど。可愛かったよ。なんか。うるせ、ほっとけ。でも意外な一面だった。面白かったよ。はぁ、そうですかい。ああ、それと、これこれ。なんだ、これ。今日の一限目の授業内容。いなかったでしょ、板書取っておいた。思いっきり破っちゃってるけど。大丈夫なの、ノート借りたらすぐに。大丈夫。自分のノートを取りながらこれ書いたから。マジで、そんな芸当ができるの。私、字を書くの早いから。二人分書くのは造作もないよ。ほんとなんでも企画外だな、君は。ありがとね。お安いご用。あと、ここからが本題なんだけどさ。本題。うん、どうした？今日遅刻したの、私のせいじゃないの。え、どうしたんだ、そんなこと言って。昨日、私の身の上話というか、そういう話をずっと聞いてくれたじゃん。その時すでに、午後の11時を回ろうとしていた。ヒイラギの家は知らないけど、多分夜の12時近くになってたはず。それで疲れて、風呂にも入れないでダウンしちゃったんじゃないの。まあ、確かに時間は遅くなったけども。根も葉もない話と思うかもだけど、根拠も一応あるの。根拠、うん、聞かせてくれる。霊夢から誘われた温泉旅行、覚えてる？王様ゲームをやった時の。ああ、あったねそれ。服のまま泳げって言ったあれでしょ。あ、私が命令したやつね。あれひどかったなぁ。当たらなくてよかったわ。あーごめんごめん、続けて。その日の夜、眠れなくて海に行ったの、覚えてる？ヒイラギがそこに来てくれた時。あったね。その次の日さ、アホほど眠そうだったじゃん。チェックアウトギリギリまで寝ないとフラフラだったし、帰りの電車でも爆睡だったし。ああ、そうだったねー。共通点あるじゃん。遅くまで私の話に付き合ってくれたってところ。そして多分ヒイラギは、比較的早寝しないと翌日に影響しちゃう。だから、俺が今日遅刻しちゃったと。それが中川さんにも責任があるんじゃないかと。そう思っちゃってるわけなんだね。うん。自意識過剰かもしれないけど、私のために無茶したんじゃないかと思って。ま、これに関しては答えはねえよ。だってわかんないんだから。まあでも、人の悩みをガチで真剣に聞いたら、確かに疲れは出たね。じゃあやっぱり。でもこれは、俺が望んでやったことだよ。俺が望んで、君の悩みを聞くことを選んだ。だから君が責任を感じる必要はないよ。寝坊して遅刻したのは単純に俺の責任。だから気にするなって。ヒイラギ。ヒイラギがそう言うなら、そうする。おっと。さっさと食べてしまわないと昼の実技に遅れちまう。ほんとだ、早く食べないと。そうま、痛みとかないか。
この状態の俺は特に何の支障もないから、自由に使ってくれ。じゃ、そうさせてもらう。ゲフ。急いで食ったせいかな。腹がパンパンだ。いやあ、びっくりした。なんだ、ゆかりさんの空間か。なんか落としたな。箱。胃薬やないかい。てか俺の独り言聞いてたんすね。ゆかりさん、ありがたくもらっときますね。いや、いる動き。私ら二人ばかりの魔法弾をそんな簡単にかわしちゃう。未来が見えるって。ここまでとは思わなかったわ。今回はパチュリー先生の弾だけ、未来を見て避けました。どういうこと？私の魔法弾は純粋に避けてたってこと？はい。二人以上の攻撃、それが私の研究弾のデメリットなんです。一人の攻撃しか、未来を見ることはできないんです。ということは、私の弾は未来を見て避けてたからその情報処理が必要。それをしながらアリス先生の魔法弾は純粋な動体視力で避けてた。頭の中、どうなってんの？お二人とも口を揃えて言わないでくださいよ。いい動きね、サナエ。なら、こういう動きはどう？やってみるよ。なるほど、そんな感じか。ヨウム、サクヤ、今からいう動きを試しにやってみてくれないか。了解、OK。そのままじゃダメだ。もっと相手の動きをよく見るんだ。攻撃力の技は特にそうだ。マリサの場合そこに隙が出やすい。スミレコは細かい連撃がうまく噛み合ってるが、それでも相手の動きについていけてない。どちらも俺の動きを完全に見切る勢いで向かってこい。いったね。遠慮なく行くよ。怪我しても知らねえぞ。屈強なんか。生徒同士で教えてる感じなのか。そうだな。ゆかりさんを除いた給与人衆が教え側に回ってるって感じかな。変わったのか。今回、何人かに頼んだのよ。あ、先生方。最近、みんなから要望があったのよ。実技の成績を上げたいとか。タイマンバトルを見て触発されて、自分たちもああいう風になってみたいって。でも一人一人の時間を濃密にすると、行き届かないのよ。なんとなくわかる。確かに要望に応えようとなると、人数的にしんどいですね。だから最初は給与人衆のみんなに、手伝いをお願いしたのよ。お試し。って感じだけどね。この仕組みが良いなってなったら、給与人衆でもあるあなたたちや、中川さんにもお願いしようかと思ってるから、一応頭に入れておいてほしいな。俺が教える側か。できるのかな？それ、事情はわかりました。もしそうなったら、探り探りですけど、やってみますね。レイ君、ありがとうね。哲也君も無理しない程度で大丈夫だから。はい。先生、ちょっと質問が。いいよ。俺、できるのかな？教えること？まあ、こう考えてみたら、実際に手合わせした時の手応えを言ってみたり、もしこの動きをされたら、自分には効くよ。とか、そういうので最初はいいんじゃねえかな。ほう。そういう感じで考えるのもありなのか。ま、それは今後おいおいやるって感じだろう。今は気にしなくていいと思う。それもそうか。その時考えたらいいもんな。それはそうと、手合わせしねえか。サボってるって思われてもあれだしな。ほう、やるか。ふぅ。今日の実技終わりっと。みんな、お疲れ様。今日は長めの実技だったから疲れたでしょう。同じので申し訳ないけど、みんな分のスポーツドリンクと、揚げたての唐揚げ買ってきたから、みんなで食べる。もちろんでございます。ふぅ。疲れてたからちょうどいいや。どう、納期、先生から言われて実践した感じは。まあまだ初日だ。そう手応えがあるわけじゃなかった。ま、そんなもんよね。続けてどうなるかってところか。どんな感じです？今日から試しに生徒同士でやるやつは。まあ初日ですから、すぐに結果が出るわけでもないですし、もうしばらく経過観察って感じになるかと。これでどう変わるか。
それによって今後が変わる。みんなの成長が楽しみですね。